中鳥型巡視船は海上保安庁の巡視船の船球。分類上は PM 型、交渉船系は500トン型。1970年代、深海洋秩序時代の到来に伴う警備水域面積の激増を受けて、海上保安庁では巡視船の大量建造に着手した。その一環として、昭和54年度から昭和62年度にかけて、 整備された500トン型の中型巡視船がて、使用型であった。その後、2010年代に入ると、これらの巡視船も更新時期を迎えることとなった。この時期、尖閣諸島海域における事態の緊迫化と、領海侵入等の多発を受けて、まず、尖閣領海警備戦術体制のための1000トン型 PL の整備が優先されたが、こちらが一段落した後、 平成26年度計画より、新型 PM の建造が開始されることとなった。これによって整備されたのが本型である。本型は、中型巡視船の本来業務である、沿岸海域での警備救難に加えて、大型巡視船の業務もある、程度肩代わりできるように設計された。これは、戦略的海上法案体制の構築の一環として、 蒸気の尖閣情勢の緊迫化のような重要事案が発生し PL 型艦区に派遣された場合にその後を引き継げるようにすることで柔軟迅速に対応できるように配慮したものであった。このことから全長は72メートルと以前の900トン型 PL を上回り1000トン型 PL に迫る大型の巡視船となり対抗性能及び栄光能力は 大型巡視船と同等にまで強化された。また25ノット以上という速力性能が求められたことから、船姿は煙突を排したシンプルでローシルエットなものとなり、線形も半滑走型とされた。強行節原を考慮して、選手原則には脱着式の板上防原物を装着できるようになっている。三橋型などの小型高速巡視船と同様、 波浪衝撃や動揺を軽減するために操打室を船体中央に配置するとともに船橋構造は一層低くなり床の位置もなるべく低く設計されている中型巡視船ながら船橋後方に隣接して o IC 室が設けられているただし当初想定されていた多目的室は看板面積が確保できずに断念された高速発揮を想定して 船橋及び OIC 室のシートはすべて衝撃吸収タイプとなっている。なお偽装にあたっては、女性の乗り組みを想定した配慮がなされている。短期間で大量建造されたにもかかわらず、収益船の運用実績が適宜にフィードバックされ、継続的な改良が重ねられている。1番線、か、鳥2番線、石狩では、アンカーレセスが設けられていたが、 波浪の影響が大きかったことから3番線、トカチ以降では廃止され、1.2番船もこれに順じて、回収された。船手甲板には、他の中小型巡視船と、同様、JM61RFS20mm 多重新基銃の炭素マウントを備えている。これは相打室上の赤外線捜索監視装置との、連接によって、目標追尾型遠隔操縦機能を備えており、 遠距離において精密な射撃を行うことを可能としている。また遠隔操作型の放水砲も搭載された。搭載艇としては、高速警備級南艇を1隻と複合艇が1隻、また2隻ずつ搭載されている。また複合艇揚げ工用のクレーンは、力量2.8トンの性能を備えており、多目的に運用できるように配慮されている。その直後の戦備看板は、 災害対応デッキとされており、12フィートコンテナを搭載できるようになっている。また1.3番線以外の4席は、ここに取り外し式の課題を設けて2席目の複合艇を搭載する特計線仕様となっている。平成26年度予算で4席、同年度補正予算で2席、平成27年度補正予算で2席の計8席の取得予算が計上されている。 1>, 1から6番船まではなんだか外観上の違いがある。ありがとうございます。